ホーム、増志ヶ谷駅は、東京都豊島区増志ヶ谷2丁目にある、東京地下鉄副都心線の駅である。駅番号は、F10。島式ホーム1面2線を有する地下駅。建設中の環状号の1号線の地下にあり、ホームは、地表から33.8メートルに位置し、東京メトロの駅では5番目に深い駅に該当する。 当駅の建設の際に行われた発掘調査では、江戸時代の茶碗やとっくりが多数出土している。出入口は3カ所あり、1番出入口は、東京桜トラム岸も神前停留場の前にある。方明寺岸も神道へ向かうには、この出入口から岸も神通り商店、牧会を通っていくのが早い。2番出入口は、千歳京橋の明治通り沿いにある。 豊島区立千世教教育文化センター地下1階部分にある。3番出入口は、目白通りの高田1丁目交差点付近にあり、そこに至る通路の途中に動く歩道が設置されている。当初の計画では、目白通り沿いの出入口は検討されていなかったが、近隣住民の要望により設置された経緯がある。開業当初からスイッチ制作の発車メロディを使用している。 曲は一番線がシーサイド、二番線がティータイムである。2020年度の1日平均乗降人員は15,598人であり、東京メトロ全130駅中126位。福都新線内では最も少ない。開業前の予想乗降人員は1.7万人であった。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は、 下表の通りである。最寄りバス停留所は、岸本神前と千歳橋となる。以下の路線バスが乗り入れ、東京都交通局、西部バスにより運行されている。岸本神前、ありがとうございます。